こんにちは。ホームランディックの生見京子です。今日は岐阜県鏡ヶ原市のリブアースさんのお宅に来ています。建築家の大橋さんです。リブアースの大橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大橋さんですね、数々の建築での受賞されてらっしゃる方です。今日のお家は数々の賞を受賞した建築家が建てた和モダンな平屋をご紹介いたします。楽しみにしていてください。さて、外観なんですが、ちょっと背の低くて和モダンな感じがバッとこう出てるんですが、こだわった外観のポイントとかってありますでしょうか？そうですね、これは北側の外観になるんですが、北側から見た時に家の正面の一つになるんですが、安定感のある佇まいが美しいですので、木をぐーっとこう低く押さえながら地面にもつながって落ち着いたバランスになるようにしています。植栽も北側ではあるんですが、失礼させていただいて、玄関が直接見えるというよりはレイヤーがかかったようなところからアプローチする、そういう形でやっています。なるほど。こちらはガレージになるんでしょうか？そうですね、ビルトインガレージになってまして、2台止めれるようになってます。この下のコンクリートは洗い出し仕上げになってますでしょうか？そうですね、これ洗い出しなんですが、通常の洗い出しは洗い出し用の砂利を入れて、で何工程も重ねてやるんですが、これは2工程でやってまして、普通の地元にあるコンクリートを打って半乾きの状態で水で洗い出すというやり方をしてます。なのでもともと入ってる砂利が出てくるという、そういう形です。なので普通の洗い出しより骨材が細かくて、はい、自然といえば自然ですよね。そうです。意図的ではないではない感じがして、すごく素敵だなと思いました。はい、でこういった砂利も川砂利というか、これはですね、地元の山から取ってきた砂利なんですけど、あ、そうです。赤みと黄みがあるちょっと味のある砂利です。砂利からこだわってるのがこれを見るだけでよくわかります。このトイもまたおしゃれですね。そうですね、このトイはガルバリウム製のトイを使ってまして、一般的にはトイというと塩ビ製のものが多いんですが、ガルバリウム製を使うことで見た目もすっきりしますし、耐久性も格段にいいということで、はい、弊社も標準でこのガルバリウム製のトイを使ってます。こちらの後ろの物置を見せてもらってもよろしいでしょうか？今ちょっといろいろ入ってますが、はい、引き戸で開けるとこのような形でキャンプ道具であったりスポーツ用品とかも入るような、そういった室内になってます。あ、素敵です。ここ鍵もかけれるようになってるんですね。そうですね、鍵もかけれますね。これも造作扉でしたね。そうですね、地元の杉を使った扉になってます。素晴らしいです。全部で3台車が止めれるということですね。そうですね、1台とあとビルトインガレージに2台と余裕を持って4台止まる、で駐輪スペースもあるという。あ、最適ですね。はい、敷地が大きいですか？敷地も100坪弱ぐらいあるので、かなり余裕のある立地になってます。素晴らしいですね。お客様はこちらからこうやって入っていくということですよね。で窓の装飾がすごく素敵だなと思うんですが、どういったコンセプトで？まあ、これも地元の岐阜県産材の杉を使ってまして、この出っ張りの部分は風を捕まえる役割もありまして、ウィンドキャッチャーって言ってですね、そういった役割と、まあ、あと衣装性を両方兼ね備えた形でやってます。なるほど、これはウィンドキャッチの機能的にも働いてたということですね。そういうことですね。さすがです。でこの床のタイルもすごく素敵なんですが、ちょっと錆びっぽいような感じが。そうですね、これは厳密に言うとタイルというよりは石でして、石で天然石を使ってまして、カビ石って言って鉄分の多い、はい、そういった石で1枚も同じものがないっていう、はい、そういった部分が特徴で、汚れもあまり分かりづらいっていう特徴もありますね。これは造作じゃないですか？これは湯田木工という、まあ、広島の建具屋さんに作ってもらってまして、高性能な木製ドアですね。一見ね、あのリクシルとか YK とかで使われてるやつかなと思われがちですけど、はい、この素材がやっぱ違いますもんね。あの本物の木を使ってます。これは松を使ってますね。松が建築家の建てた家です。ではお邪魔します。入ってこちらの左手にすごく可愛いベンチがあるんですが、こちらも造作の用途としては靴履く用のベンチですか？そうですね、靴の脱ぎ履きであったり、あとはこういうお花を置いたりしても楽しめるような形で作ってますね。それから右手にははい、シューズクローゼットがございます。これ結構入って十分歩けるスペースあるんですが、ここってスパンどれだけ取ってますか？幅としては87センチありまして、はい、87センチから30センチぐらい靴の部分を取ってますので、実際は歩く部分でいうと60センチ弱。あ、なるほどなるほど。ただ60センチ弱って廊下としては狭いですけど、収納の中の60センチ弱っていうのは全然普通に使えたりしますので。そうですね、でウォークインできるタイプのシューズクロークとして作ってますね。なるほど。ここにはパイプハンガーもあって、
アウターかけれるようになっていて、この30センチで靴など置いていただいて、この字で使っていただけるっていうのがすごく収納力があるかなと思います。下もですね、玄関と同じでサビ石でつないでますので、濡れたものを置いたり、もしくは傘とかそういったものも置きやすいようにしてあります。素晴らしい。これから玄関先に鏡の照明ですね、よくご存知で、こういう風に上の方につけるっていう手もあったんですね。そうですね、これはまあお客様とも打ち合わせをして、天井にも影をうまく見せたいなっていう話もあり、はい、高さも一般的な高さよりはかなり上げた上で設置をしております。あ、そうですね、私いつもここら辺にしてて、もうちょっと影が確か大きかって、そうですね、だけどこの玄関にしたら確かにこの影のサイズがちょうどいいので、こうやって影を楽しむっていう使い方があるなんて改めて素晴らしいなと思いました。こちらも造作の扉ですね。そうですね、ガラスがすごい綺麗です。ガラスはフランスから輸入したものを使ってまして、なので結構いいガラスですね。ですね。で、木の部分もタモという木と、あとブラックチェリーという木で弊社オリジナルで作っております。素晴らしい。こういったデザインも大橋さんが考えて作られた。そうですね。玄関先からこちらの手洗いがあるということですね。コロナの時期で帰ってすぐ手を洗いたいっていう方が多いと思うので、やっぱり喜ばれる動線ですよね。独立の洗面の良さは家の使われる方もそうですし、あとお客さんが手を洗うにしてもキッチンで洗うとか、はい、脱衣場の途中中にある洗面で洗うよりは洗いやすいですし。そうですよね。でまたね、面白いんです、これが見たことないタイルなんですが、これは日本製ですか？そうですね、海外のものですが、介入って言ってですね、まあ、近くで見ないとわからないんですが、はい、割れがですね入ってまして、はい、このひび割れを表現したデザインになってるんですね。でまたこの鏡も工夫してありまして、これきっと造作鏡ですよね。そうですね、全部造作で作ってます。中がこんな感じで、開けれるようになっていて、ここに歯ブラシとか詰まっていただけます。ここですね、格子がついていて、窓越しの光がこうやってこっちに落ちてくるように、もうちょっと格子を設けてる。そうですね、あとは内側ですので、はい、窓を開けたとしても格子を閉めておけばあまり見えないようにという工夫というか配慮をさせてもらうと、カーテンの効果もあるってことですね。そうですね。うわ、素晴らしい。もう窓も開けれるっていうこの機能的な感じが素晴らしいです。初めて見ました。では次がこちらの扉になりまして、失礼します。素敵なお手洗いになります。お手洗いはまた変わってますね。手すりも造作ですか？手すりも造作 でトイレの正面にある収納も造作で作ってまして、はい、でトイレットペーパーであったりとか入るように、上もカウンターもあるので何か飾ったりとかできるような形として設置しています。ではリビングにお邪魔したいと思います。失礼します。まあ素敵な LDK です。見たことのないテイストというか、一番最初にすごいなと思うのが、天井が全部アーチになっているということですよね。そうですね、この R の天井は場合によって使い分けるんですが、好みとして包まれた感が欲しいという好みの方はこういう R にさせてもらう場合がありまして、 R にすると光の拡散も優しい感じで拡散してくれるので、壁と天井が連続的につながるような印象になるので、そういった特徴がありますね。で天井も高すぎず低すぎず程よいバランスにしてまして、座った時に落ち着くベストな高さにしてますので、ぜひ座っていただいたりするとより良さが分かるかな。この一番低いところで天井高さはどれぐらいなんですか？一番低いところで通常の平らなところは2メートル10センチなんです、はい、でそこから少しだけ上げ、まあ、5センチぐらい上げてますが、2メートル15センチぐらいから R の始まりになってますね。はあ、考えられてるんですね。ちょっと重心が低い感じがとても落ち着きます。ではキッチン見させていただきます。これデュエのタイプですね。そうですね。造作ですか？造作で作ってます、ね、うわーすごい。こっちがステンの天板で、このバイブレーション仕上げになっていて、ミーレが入ってると。そうですね。でこっちがデュエのコンロ側になりまして、正面がタイル貼ってあって収納もついていて、造作のこちら収納になるかなと思います。下も調味料入れでしょうかね。ちょうどいい引き出しがいっぱいついていると。すごいですね、これ全部造作ですからね。
キッチンの見た目だけかと思われがちかもしれないですが、めちゃくちゃ収納ありますよね。キッチンの周りにも当然収納あるんですが、はい、横にも冷蔵庫置き場とパントリーとつながってまして、パントリーも収納するためではなく、はい、収納もするし作業もできると、生活のスタイルとかに合わせてうまく使っていただけるように柔軟な形として設定しています。次ダイニングのスペース行きます。ここもまた本当本に出てくるような空間だなと思うんですが、ペンダントライトは一つだけ、これはレイスポルセンの PH5 のちっちゃい形です。ちっちゃいですね。でこのテーブルとか椅子もすごく素敵なんですが、どちらの家具なんですか？これはですね、作ってましてオリジナルでブラックチェリーで全部合わせて作ってます。座面はブラックチェリーでやるとちょっと硬いので、はい、くるみの木を使ってまして、でくるみの木を使うと結構お尻触りがいいというか、その辺も含めこだわってます。こだわりが半端です。これはちょっと一回座ってみてもいいですか？あ、どうぞどうぞ。お、ちょっと失礼しよう。すごい、めちゃくちゃフィットします。このフィット感がですね、たまらないですね。たまらないですね、はい、で座った時にちょうど照明であったり、まあ、キッチンの方であったりとか、はい、あとは庭の方も含めいい感じに見えるバランスにしてまして、いやこれは感動しました。すごい、この椅子大橋さんのところで立てないと作ってもらえない。基本的にはそうです、ね、そうですよね、はい。でしょうか？床はオークという木を使ってまして、はい、高級家具に使われるようなそういった部材ですね。ですね、硬い木ですね、はい、そのオークとレッドチェリーを混ぜて使ってあるということで、はい、まあ、よく使ってますが、ブラックチェリーの方が赤みがあるので、同じトーンでやるのもいいんですが、ちょっと赤みがあるとアクセントがあったりしていいかなということでよくやってますね。でここのスタディカウンターもめちゃくちゃ贅沢です。壁を切り取ったようなこの窓配置で、これ窓も造作ですか？窓は土木製で作ってまして、家具と一体のデザインになるというか。そうですよね、はい、窓も先ほどの仕掛けと同じで、網戸もこっちにつけてあるんですか？そうですね、網戸と格子を合体させてまして、窓を開けてもらってこの格子を閉めれば網戸の役割にもなる、そういう形です。考えられてます。でこちらの椅子もこのマークがあるので、造作に作ってるということですね。 そうですね。でファイヤーチェアっていう名前にしてまして、はい、由来はですね、薪割りをするときに座ってる椅子にちょっと似てまして、はい、でそれでファイヤーチェアっていう名前なんですが、なるほど、2つで一対にしてまして、こうするとですね、一つのこう塊のようになるんですね。まあ、なので この状態で座るわけじゃないですが、こうやって置いておいてもオブジェとしても美しいんじゃないかっていう、そういうことでやってます。でこれは全部くるみで作ってます。で釘を一本も使わずに作ってますので、構造的にこうなるという。素晴らしい。このもうね、見た目だけじゃないというストーリーがありますね、全てに。ではこちらのリビングスペースに出てみます。このテレビ台も造作で、この上がエアコンになっていると。でその正面じゃないんだ、これはですね、きっとわざとですよね。ソファーに座ってどこを見たいですかっていうのは確認してまして、はい、設計者としては庭を見ていただきたいんですね。ただ多くの方はテレビを正面で見たいという方が多いので、はい、じゃ両方できるようにしましょうということで、右寄りに座っていただければテレビが正面で見え、左寄りに座ってもらえば庭が正面で見える。いいとこ取りができますね、はい、今までソファーってテレビなのか庭なのか私決めなきゃいけないかなって気してたんですけど、中間に置いて長いソファーにしたらどっちも欲張れちゃうっていう。そうですね。でこのソファーも有名なミナペルフォネンですか？そうですね、これは皆川明さんがデザインしたタンバリンのものを使ってますね。可愛いですね。でこちらのソファーから眺められる中庭なんですが、これもしかして全部開いちゃうんですね？フルオープンにできる木製の窓なんですね。これも造作で作ってるんですか？これはメーカーのものではあります。アイランドプロファイルっていうそういうメーカーで。でまたこのお庭も素敵だし、この家具も素敵。聞くところによると、こちらの樹木も大橋さんの方で剪定に行かれて選んでくると。山鳥の木を使ってまして、はい、山鳥の木ってあまりその辺で売ってはないんですね。なので限られたところしかないんですが、その中でなるべく個性的な木を選んできてですね、そこの家に合わせてしつらえる。いやー、なんとも素晴らしいお庭でございました。この外部のウッドデッキの木は何を使ってみるんですか？これはですね、これも岐阜県産材の杉を使って
してまして、弊社の物件だともうほぼウッドデッキはひさしでカバーしますので、はい、ちゃんとかけてあげれば相当期間は問題なく持ちますね。なるほどなるほど。でカーテンボックスもこういう風に隠してあるんですね。美しい風景を切り抜こうと思うと、はい、カーテンなりロールスクリーンもちょっと目立ちますので、このように隠してあるということと、季節のいい時は、はい、蚊がいない季節はいいんですが、蚊がいますので、格子付きの網戸で風は入れつつ虫は防ぐ、まあ、もしくは日射もですね、こうある程度これでカバーできますので、はい、日射をカバーしつつちょっと陰影のある感じで庭を楽しみたい時とか、あとは夜カーテンは閉めないけど少し視線を防ぎたいっていう場合も役立ったりします。すごいです。これも造作で作ってるんですよね。そうですね、これも家具屋さんとのタッグが必須ですよね。ではこちらのリビングつながりの和室なんですが、またここもねちょっと一味違うんですよ。畳も何か特殊なものを使ってたんですか？畳はですね、これはイグサを使った畳で、はい、ヘリがないので、はい、通常の畳よりも3倍ぐらいの密度で編み込んでまして、まあ、なので耐久性も良いですし、あとは始末で方向を変えながら引かせてもらってる。でこちらの窓も角に取ることによってお庭の景色も楽しめるし、デザインも邪魔しないですね。基本的に室は座った時にどう見えるかっていうのを大事にしてます。で座った目線で見るとリビングと同じ庭を見てるんですが、全然違った印象になるような切り抜き方をしたりとか、あとは内側の方向も少し抜けがあるので、そこも含め南と西にコーナー開口を設けて庭も見えるようにさせていただいている。ここは 5-60cm でしょうかね。肘をかけれるぐらいの高さにしてまして、正座するとちょうどいい高さ。あ、本当だ本当だ、になってます。肘かけやすい。こちらは仏壇にも将来なるようなそんな空間ですか？ここは現代仏壇横の棚に置くので、収納としていろいろ使えるようにっていう設定ですね。可動棚の作りになっています。そちらの扉の素材と同じで、実はここの畳スペースも仕切れるんですよね。個室の空間にもなるようになってますね。そうですね、これは至れり尽くせりですね。誰かここに泊まったりとか、お父さんお母さんが遊びに来たりとかした時に気兼ねなく使ってねって言えるっていいですよね。ではこちらキッチンの横の扉行ってみたいと思います。ファミリークローゼット兼脱衣スペース、ちょっと大きめな物干し兼脱衣場という設定ですね。なるほどなるほど。ここに洗濯機が置けるスペースがあって、物干しパイプいっぱいかけれるようになっています。こちらの扉を開けると、先ほどのお手洗いと洗面につながります。ということはここで帰ってきて手を洗ってお手洗い済ませて、脱衣直行して脱いでお風呂に入って、出たらここで洗濯機と乾かしてここに干せる。ちょっとしたものならこういうところにバスタオルとか下着とか置いておけると、そういうスペースになる。そういうことですね。ということでデザインだけじゃなくて性能だけじゃなくて家事楽動線まで考えられているという素晴らしい流れになってます。アイロンかけたりですね、服を畳んだりで、ここに一応引き出し収納が入るという、そういう予定になってます。結構ここで収納できるのでファミクロみたいな使い方ですね。そうですね。でここの家事動線の裏動線としてキッチンに直接アクセスできるという動線になってます、はい、めちゃくちゃ便利じゃないですか。ではこっちもその流れでご紹介します。わすごい、こっちにも収納があって、これ何の収納ですか？これはですね、本がいっぱいありまして、書籍を置く棚になってますね。本置き場ね、結構おっしゃる方多いの で、ね、共有スペースに本棚あるとすごくいいな。ここ旅館の椿の間みたいなそうですねありますけども、開けてみます。じゃーん、ここが2部屋つながっています。ここで初めてダウンライト出てきました、ね、そうですねこの2つ付きのお部屋には収納がたくさん入れれるようになっています。ここは後々仕切れるようなそんな設計でいらっしゃいます？そうですね、仕切りたい時は仕切れるようにということで、それぞれ完結できるようにしてるんですね。なのでエアコンのコンセントも、まあ、コンセントだけついていると。ここは何畳何畳なんでしょう？4畳ずつぐらいの寝るためだけの部屋という設定ですね。そうですね、あんな立派なスタディカウンターですから、はい、勉強はそこでしてもらいましょう
では廊下に戻ってきて、ここにもそうか、スタディーコーナーがあるから、お父さんたちあっち、子供こっちみたいなこともできるわけですね。そうですね。それぞれ居場所をもう限定せず、いろんなところでいろんなことができるように分散に配置しています。で、ここから見える風景も、はい、先ほどのリビングとかダイニングとかスタディーコーナーとはまた違う見え方がしまして、はい、同じ庭を見てるんですが、L 型プランになってますので、L 型プランの良さを生かして作っています。こちらが最後のお部屋でございます。すごいです。一部屋、この部屋はご夫婦の寝室で、寝室にウォークインできるクローゼットを設置させてもらってます。で、服とかカバンとかその他諸々入るような室内として設定しています。で、これってもしかして太陽光？そうですね、太陽光のパワーコンディショナーになってまして。ここもついてるんですね。そうですね。何キロぐらいついてるんでしょうか？キロぐらいは多いですね。なるほど。大橋さんのこの得意分野として一つエコハウスってところがありますので、デザインだけじゃなくてこういう性能とかもこだわってらっしゃるんですよね。そうですね。太陽光をちょっと乗せればゼロエネルギーというかマイナスエネルギーぐらいのそういった住宅になるように設計してまして、衣装性っていうのはすごく大事なんですが、性能も当然大事 で衣装と性能の両立っていうのも常に考えながら設計をさせてもらってます。ああ、すごいですね。ここの性能値はどれぐらいで建てられていらっしゃるんでしょうか？断熱性能ですと G6 前後ぐらいが弊社が多くて、で、耐震性能でいうと耐震等級3の 1.3 倍にしてまして。3の 1.3 倍、はい、で、この物件ですと耐震等級3の 2.3 倍ぐらいのだいぶ余力を持って設計してます。そうですか。耐震等級をそれだけ高めると結構いろんなところに火打ちがあったりとか、なんか壁があったりとか柱があったりとかするイメージですけど、それでももう全部計算されて、その辺も耐震等級考えなければもっと自由度がねさらに上がるんですが、耐震等級そこまで余力を持たせながらいかに豊かにするかっていうのは我々の世代の課題みたいなもので、そこに取り組みながら高い性能を維持しながらもこういった情緒性のある衣装ができるっていうのが価値だと思ってやっております。まあ、今日はとっても素晴らしいお家を見せていただきました。岩瀬さんは施工エリアはどの辺なんでしょうか？本社が岐阜県の養老郡っていうところになってまして、はい、でそこからだいたい1時間ぐらいですので結構広いんですが、岐阜愛知三重滋賀のあたりまではだいたいカバーしております。リムラさんのホームページは YouTube の概要欄にリンクを貼っておきますので、気になるなとか施工範囲内だわっていう方はぜひご覧ください。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。